ロマネコンティのブドウ畑ドメーヌドラロマネコンティとはフランスブルゴーニュ地域圏ボーヌロマネ村にある赤白ワインを製造しているワイン醸造所世界で最高のワイン製造業者とされておりそのワインは世界で最も高価なワインの一つである醸造所の名は所有する最も有名なワイン畑ロマネコンティから付けられた1232年にボーヌの 三尾番修道院が1.8ヘクタールのワイン畑を手に入れた。1631年、この畑はクローネンブール家が購入したが、この一家は、理由は不明だが、畑の名前をロマネと改名した。同時にこの一家は隣接するラターシュのブドウ畑も手に入れた。1760年、アンドレとクローネンブールは、この醸造所を売る決心をしたが、 フランス王ルイ15世の愛称ポンパドゥール夫人とコンティコルイフランスは一世の間で競売にかけられた。その結果コンティコが落札し、この葡萄畑はロマネコンティという名で知られるようになった。しかし、フランス革命時にコンティコの領地は差し押さえられ、競売にかけられた。ロマネコンティの葡萄畑は、 ニコラ・デュフェールド・ラ・ルールが購入したが、1819年には、ジュリアン・ウーブラールに7万8千フランで売却した。1869年、この畑は、ジャック・マリー・デュ・ボーブ・ロシュンが購入し、エッシェゾー、グラン・エッシェゾお及びリシュブールの辞書の獲得で今日、知られている、醸造所を作った。9.43ヘクタールのロマネさん、ビバンの畑は1791年に、幾何学者、 ガスパール・モンジュの儀式にあたるニコラ・ジョゼフ・マレーが購入した。マレー・モンジェ家は1898年に畑の一部をラトゥール家に売却し、残りの5.28ヘクタールを1966年にドミエヌ・ドラ・ロマネ・コンティニ貸し、最終的に1988年に醸造所に売却した。この最後の取引のために醸造所のエシェ像、グランエシェ像の売却及びチ 貸借契約付き売却で資金調達をした。ナポレオンの将軍の一人、ルイ・リジェイ・コールベレールは、良いドウ畑を手に入れることを決めた。そして1815年、彼は、息子ルイシャルルと共に、ラターシュすべてを含む40ヘクタールの最高の畑を手に入れた。1933年までに、この畑は24ヘクタールまで減少し、相続で揉めた結果、 リジェイ・コール・ベレールはラターシュを醸造所に売却した。この醸造所はデュボーブロシュの時代から隣接する4ヘクタールのレ・ゴーディショのブドウ畑をすでに所有しており、1936年の相続問題の後、この畑とラターシュを合わせてラターシュのグランクリュモノポールとしたロマネコンティグランクリュのブドウ畑の土を手作業で耕している様子。 ロマネコンティのブドウの選別このブドウ畑は、ボーヌロマネ村周辺にあり、東及び南東に面した水はけの良い斜面である。岩石と泥街道の基盤に、鉄分の多い石灰岩の土壌で、海抜約240メートルの地に、ブドウの木が植えられている。ブドウの木の平均樹齢は、非常に高く約44年で、有機栽培で育てられている。肥料は粉砕したワインの木の根、 ブドウの皮及び発酵残渣から作られた堆肥の実を用いている。トラクターを用いることで土が詰まるのを防ぐため、ロマネコンティ及びモンラッシェのブドウ畑を耕すのに馬が用いられていた。ラターシュ及びグランエシェゾーの5ヘクタールの土地は現在はバイオダイナミック農法が採用されており、それぞれのワインの木は特別な自然農法と厳格な退院歴のもと育てられている。 収穫量は非常に少なく1ヘクタールあたり平均2500リットルである。言い換えれば1本のドメーヌドラロマネコンティを作るためには3本のブドウの木が必要ということになる。季節初めの剪定と7月8月に基準を満たさない房を摘み取る適望を行うことにより収穫量を低く保っている。収穫したブドウの実はカゴに分類され、 ワインの製造に入る前に、それぞれの状態を調べる。これらの二つの最も人気のある赤ワインについて、あるワイン評論家は次のように述べている。ロマネコンティとラターシュは、金衡の最高傑作であり、超越した男性的な力強さと女性らしい美薬を感じさせる。これらのワインは、古いワインの木の成熟した実の完璧な香りと味と、テロアールの個性を反映している。 これらのワインの複雑さの中で荒木の香りを感じ取ることができないほどの完璧さを手に入れている。詳細はロマネコンティを参照ロマネコンティの畑で生産される主力ワインについてワイン評論家クライブコーツは次のように述べている。世界で最も希少で最も高価な、そしてほぼ常に最高のマイナスワインである。もし1ケース入手することができるならそれは多いなる。 もしだが引く、若いもので5000ポンド以上、ヴィンテージものでその2倍か3倍支払わなくては、ならないだろう。これは想像できうる中で最も純粋で、最も高貴で、最も強烈なピノノワールの代表である。ただ美味しいだけではない。他のすべてのブルゴーニュワインを評価するための基準なので、ある。2005年、2006年、2007年のラターシュのラベル詳細は、 ラターシュを参照ラターシュは、共作の年でも美味しく、1950年と1951年には、この会社で瓶詰めされた唯一のワインとなった。で、ゴーディションの古いボトルも見つかっており、1929年のケースは88,125ドルの高値がついている。当たり年には、ラターシュと同じくらい美味しいとされる。坂の加工の深い土で製造されるため、 他のワインに比べて軽いのが特徴である。熟成されたワインを含むので、エシェ像よりもかなり複雑な味がする。なお、畑の一部は、会社所有ではなく賃貸である。畑は全て賃貸であり、会社所有ではない。詳細は、モンラッシェを参照この醸造所は多くをドロンセの森から特別に仕入れている。新しい多くを100%使用しており、熟成年数はヴィンテージによって異なる。 ろ過をせず、檻から絞り出すときは、損から樽に自然に重力だけを利用して移動させ、決してポンプは用いない。ワインを生成する際には、生卵が用いられる。瓶に詰めるまで16ヶ月から20ヶ月損中に置く。集める際も瓶詰めの際も、一損ごと重力だけを利用して行う。DRC の木のオリジナルケースには8桁の番号が、振られる。最初の4桁の番号は、 ワインの種類を表す。1010 10はロマネコンティ。1020はラターシュ。1030はリシュブール。1040はロマネサンビバン。1050はグランエシェゾウ。1060はエシェゾウ。1070はモンラッシェ。1099は詰め合わせ。102は一級、ボーヌロマネである。5、6番目の番号は、ワインのビンテージを表す。最後の2桁の番号は、瓶のサイズを表し。 01は0.75リットル、0.3は1.5リットル、04は3.0リットル、05は6.0リットルである。したがって、例の番号は、ラターュの2005年ものの6リットル瓶であることを、表している。ありがとうございます。